沼の王の娘、沼の王の娘は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの創作童話の一つ。バイキング時代のユトランド半島及び、エジプトにおける邪悪な沼の王とエジプトの王女の間に生まれた、娘の物語である。童話と物語の新集第一巻、第二冊に、かけっこ、金が、縁と共に収録され、1858年5月に、コッペンハーゲンで刊行された。 アンデルセンのほとんどの童話とは異なり、本作品は時代と場所を具体的に特定することができる。時代はバイキング時代の末期であり、場所は冒頭よりベンシュセルやスカーイエンなどのデンマークの実在するユトランド半島北部の地名が現れ、またコウノトリを介して遠くエジプトに舞台が移る。アンデルセンは自著童話と物語のための辞中ににおいて、 本作品の筋はすぐにできたものの何度か書き直して、その出来に納得せず、物語をより明快にして制裁を強めるために、アイスランド佐賀やアフリカ気候、渡り鳥に関する書物を参考にした胸を述べている。汚い姉妹は、王女の白鳥の毛皮を引き裂いて飛んでいってしまう夏を、ユトランド半島のバイキングの家で、冬をナイル川のほとりで過ごす、コウノトリの一家。 ある時、コウノトリの父さんが空を飛んでいると、サンバの白鳥が、そこなし沼に降り立った。そのうちの一羽が、白鳥の毛皮を脱ぐと、それは、コウノトリが見たことのあるエジプトの王女であった。彼女は、エジプト王の病を治すために、沼の中の花を取りに来たのだった。しかし、王女の姉妹である残りの二羽の白鳥は、王女から預かっていた白鳥の毛皮を引き裂くと王女を、 残して、エジプトに帰ってしまう。沼に取り残された王女は、沼の主である邪悪な沼の王に引きずり込まれて、沼の深くに沈んでしまった。それから長い時が経ち、コウノトリの父さんは、沼の水蓮の花の上に赤ちゃんがいるのを見つける。それは、沼の王と女王との間の娘であった。コウノトリは、子供のいない、バイキングの奥さんのもとに赤ちゃんを届ける。 バイキングの奥さんは可愛い赤ちゃんを授かったことに喜び彼女を自分の手で育てることにする。しかしその赤ちゃんは沼の王の血筋を受け継いでいったため昼は邪悪な心を持った可愛い子に夜は清らかな心を持つが醜い引き返るになるのであった。バイキングの奥さんはその秘密を隠して赤ちゃんを育てた。やがて赤ちゃんは美しい娘に育ち、 ヘルガと呼ばれるようになった。ヘルガは、やはり荒々しく邪悪な心を持っていたが、バイキングが捕虜として連れてきた神父により本来の、美しい心を取り戻す。神父は盗賊に殺されてしまうが、ヘルガは、彼の霊に導かれ、彼女の母親である王女と再会する。二人は、コウノトリが悪い姉妹から取り上げてきた白鳥の毛皮を、着て飛び立ち、病に伏す王の待つエジプトへ戻った。 そして、二人が王の体に身をかがめると王は病から回復した。月日が流れ、ヘルガはアラビアの国の王子と結婚することとなった。婚礼の日の夜、ヘルガの前に死んだ神父が現れる。ヘルガは天国を見せてほしい。少しだけでも父なる神の顔を拝ませてほしい、と彼に願う。ヘルガはほんの少しの間天国を見ることができたが、地上に戻ってみるとそこは、 婚礼の日から何百年も経った世界であった。ありがとうございます。